でもそのヤバい女が、いや私全然食べてないから払いたくないみたいな。え、1円も人見知りしないから表面上すぐ仲良くするの。私の友達とやってたの。てんちゃん、えりちゃん、えりてんちゃんだろ。というわけですね、本日は大食いもっぱん。お鍋を10キロ食べてみた。お肉さっき測ったら5キロ、でこっちも5キロだった、食えないでしょ。食べますよ、私お鍋大好きなんですよ。でも 200g ぐらいのなんか定食みたいなの食ってなんかあなんかいっぱいってやってたじゃん。 9.8 キロ食えるわけないのよ俺は。さすがにかわいそうだなと思いました。あ、人かわいそうと思えるんだ。一応ね、助っ人をお呼びしております。え、いやわざとらしいな。ずっといるんだもん。ずっといるんだもん。私の親友の花ちんでーす。はじめまして。いや、はじめましてじゃないよ。あ、そっか、2回目か。大食いタレントの花です。よろしくお願いします。でもこの間のさ、動画では女優ですって言ってて、そう。普段何やってるんですか？普段は女優やってます。あ、女優やってるってことでね。マルチにね、マルチに。え、どれぐらい食えんの大食いタレントって。今までで一番食べたのは、肉 3.5。 3.5 キロ食ったの。だから今日お肉のほぼ一人で食べれるってことだよ。うん、そうだよ。あ、じゃあ野菜だけだったらワンちゃんいけんのか。いけるっしょ。あ、やるべやりたいんだけど、ちょっと花も。あ、やりたいって、嬉しいね。じゃあ早速、やるべ。やるべ。いきまーす。はい。あ、お腹すいた。ね、できた？できるわけないやん。あ、で、さっきあの俺と社長がひたすら準備してる間言ってた、こういう女いるよねって、あれなんなんの話と。あ、そうそう。なんかずっと聞いてきながら、俺らは待って怖いねって言いながらずっとやってる。違う、あのね、最近に始まったことじゃないんだけど、東京にいて、ヤバい女に会いすぎてんの。俺ここを2人以上にヤバそうな人あんま知らない。なんでよ。なんかさ、こうやって例えば3人で、てんちゃん女だとしてご飯行きました、はい、で、みんなでこうやってつまんでさ、食べたり飲んだりとかするとかさ、はいはいはい、ね、それってさ、もう誰がさ、多く食べた、どのぐらい食べたとかってさ、もう正直わかんないじゃん。わかんない。で、お会計来ました、はい、で、普通さ、割り勘で出すじゃん、でもそのヤバい女が、いや、私全然食べてないから払いたくないみたいな。え、1円も？うん、1円も全額お前ら出してみたいな。そう、いや、まあ、そこまでいかない時もあるんだけど、いるのよ。こっちもそれ言われちゃったら、うんってしか言えなかったの、しかも結構ね、キレ気味で言ってくるから、そう、不機嫌なの。そうそうそう。なんで？お会計が来ると不機嫌なの。違う違う、だから、じゃあ1人3000円だねって言ったら、うん、え？みたいな。そうそう、違くないみたいな。そう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 。でも結構、分かる女の子いる気がするから、私、いる？社長は会ったことある？申告されたことはないかな。でも言われたことはやっぱない。こっちからさ、気を使ってさ、言う場合もあるじゃん、うん、それはある。なんかお酒一滴も飲めない男の場合も結構多いから、いいよ飲んでないから2000円でとか、みんな5000円とかね、それもこっちももちろん言えるのよ。でも普通に飲んでるし食べてんだよ。そう。でも確かに私たちよりは少なかったとします。それは知らないけど、まあまあまあ、でもそのヤバい女はまだ序の口だよね。序の口。いいんじゃない、これちょっとご飯が美味しくなるよ、俺。確かに、なんか女子会。俺は嬉しいよ、そういう話。ブラックだね。あ、美味しそう。これさ、ボタボタボタ。普通あの蓋はこう、なんかこっちにこうずらしながらこうやったらこう、全部。こっちも行きますよ。チーズの方も。はい。いい感じ。腹立つでしょ。え、だからそういうこう、うまっ。あ、じゃあいただきますよ。あ、自由。自由。だってごめん、ほんまに同じ業界にいましたこの人。せーの、いただきます。二人
人はね、もう長いの、そんだけ意気投合するぐらい嫌なやつが被るってことは。ほんとね、どれぐらい、何年、4年、4年か、4年なんだ、そう、でもまだ4年だね、まだ4年だね。何で知り合ったの、もともとガールズ舞台があって、ガールズ、あのガールズバーで2人ともみたいな、女の子たちだけが出る舞台ね、うん、が、うん、あって、うん、そこで共演したのよ。そうで、ハナは結構人見知りしないから表面上すぐ仲良くするの。問題あったかんじゃない。あのね、ねハナちゃん、大丈夫、自分で自滅してんでるからね。で、ほんで、で、とりあえず仲良く仲良くするの、うん、そしたら、ふっと見たら、うん、稽古場で、エリーが一人で、うん、いや、多分やけど、自分から見たら芸歴全員めちゃめちゃ後輩だったやん。いや、そう、超先輩なのに。だからもしかしたら、違う、そんな態度はしてないよ。するもないけど、え、何、もっと仲良くていいんだけど、ね、だったら、ちょっと、おい、そういう尖った時代あるんだねって、ポツンっていじめられてる雰囲気出すの。違う、違う、あの、ポツンっていうより、うん、私舞台演技やんないじゃん。あ、いや、あ、普段お仕事イメージないな。でもやりたくなかったの、正直言うと。その舞台、あ、なるほどね。そう、演技がやりたいわけでもないし、演技やるんだったらまだ映像の方がいいっていう思っちゃってるから、舞台は別に出たくないっていうタイプだったから、で、一人で帰ってくし、うん、まあ、みんなやっぱりさ、こうグループがね、できるの、うん、で、グループ同士で帰ったりとかするのに、毎日そそくさと一人で出しました、帰ってくのね。その言い方も完全にあるよね、私は。違う、今のは話もある。違うから。で、ハナはやっぱりそのエリーのことを知ってたから、テンテレでね、子役からやってる子だっていうのを知ってたから、あ、きっと自分より芸歴低い人たちとは関わりたくないんかなみたいな。で、ちょっとそう思ってたの。だから関わりたかったんだけど、ハナは勝手に気持ちを悟って、あ、そう、ね、そっとしといたんだけど、ある日楽屋がね、ちょっと狭くて、その時、そうそうそう、だから結構みんなの距離が縮まったの、うん、で、エリーとちょっと席も近くて、楽屋の席が、うん、それで、うん、もうちょい長ならちょっと全カットになるよ、これ多分。難しいね、難しいね、これは難しいな。で、そこで、うん、みんなが割と話しかけてくれるようになったのよ、なぜか急に。はい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 、まあ、やっぱ嬉しかったから、うん、だってつまんなかったから、ずっとそこでようやく喋ったんだよね、うん、そしたら思ったよりみんななんかグイグイ来てくれて、うん、で、その中にもハナちゃんいて、うん、でも楽屋でグイグイ来る子ってその場限りの子もやっぱいるわけ。多いね。あ、そう、まあ、もちろんそれがダメなわけじゃないよ、うん、でもハナちゃんだけは舞台がじゃあ終わりましたってなっても誘ってくれたの、うん、ご飯行きたい、ご飯行きたいって。そう、なんか初めてその喋った時に、あ、すごい面白いなと思って、しかも可愛くて面白くて、もうか、なんか、まあ、褒めたかなかった、褒めたかなかったね、うん、もっとちょうだい。本音が、ね、出たけど、どうせも使えへんから、この長さ。なんでよ、なんでよ、こんなに喋ったのに。俺らはさ、男のマネージャーが多い環境で生きてきてるんだよ。うんうん、私男のマネージャーの方が多かった今。それってやっぱあの、そういうなんかなんか今日なるわけないです。なんか M 見てからなんかドキドキしてるんだよね。どれどれ M、 M、 あの浜崎あゆみさんの、ああ、そうそうそう、え、ない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 よね、うん、え、男のマネージャーが多い。あ、マネージャーで思い出した。うん、何の話。あ、わからない、テンション下がってんじゃん、すごいんだ。本当に信じらんない。今のマネージャーじゃないけど、うん、前のマネージャーさんね、うん、私の友達とやってた。そういうことはできるんだ。いや、何やろうとしてるの。いや、できるな、基本。エリーの 何友達、同じ業界の子、それとも違う業界で働いてる子。いや、まあ、うんと、モデルじゃないけど、うん、まあ、そういう芸能系の子がいて、で、その子がフリーだったのね、うん、だから私のマネージャーを紹介してあげたもん。あ、まあ仕事に繋がれば、うん、そう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 、で、仕事として紹介してるじゃん、うん、っていうようになればいいなと思ってたら、やってたの。イベントマネジメントってやつ。違う。何イベントマネジメントって。それは気分はいいもんじゃないの。いや、嫌でしょ。そうだよ。だってありえなくない。ね、手出してるって感じじゃん。それはやっぱり悪い子だと思ってるから本人も隠してたんだよね。そう。え、そうなの。マネージャーもその友達も私に隠してたの。え、じゃあ解決してない事件なのこれ。そうだよ。未解決の。うん。それ笑えないね。うん。それは。なんで知った。いや、その元マネージャーが自白してきた。
どのタイミングで？久々に会ったんだよね。で、いろんな話をしてる時に、最近どうみたいな話をしてる時に、てか俺、エリーに言ってないことあるって言われて、何？何？私が怒るようなこと？って言ったら、怒るかもしれないって言われて、何？って言ったら、俺生ピー入れてるなん隠し犯とかじゃ丸々ちゃんって言ってよいいね、めんどくさいんだから丸々ちゃんとやってんだよねって言われて、うん、えってなるじゃん。その子にからも聞いてないって言ったの、うん、そしたら、いや、まあ言えないだろうねみたいな、うん、一応、うん、俺もやばいことしちゃったと思ったから、うん、そのエリーに言わないでって言ったらしいのね、うん、そしたらその子も、いや言えないって言ったの。あ、確信犯だね、もう確信犯です、うん、で、そのマネージャーだけかと思いきや、私が仕事で紹介した男の人何人かと寝てたの。だからその女の子が確信犯だったの。いや、マネージャーももちろん悪いよ、手出したの、うん、うん、え、なんでその子のことは俺には紹介してくんなかった。いや、紹介したよ、明日。食いついてたよね、うん、食いついてたよ食いついてたじゃん。おい、やめろよ、恥ずかしくなるからえ、でも俺はやってないでしょ。やってない、うん、でも、てんちゃん食いついてたって言っても、うん、てんちゃん本当に好きで食いついてる時は全然違うから、うん、え、はなちんじゃね、最近だってなんか社長がはなちんにグイグイ言ってない？あ、言ってる。食い、紹介したでしょ、うん、俺さ、うん、エリに言ってないことあるんだよ。え、てんちゃんはさ、うん、こういう女は嫌だとかないの？え、一言で無理になる、引いてしまう言葉は、女の子に財布出させるのっていうのは、なんかあの人が言う言葉じゃない、そういう、その周りが言う言葉じゃないなと思ってしまう。まあそうだね、うん、いや、分かってるで、あの、いろいろ準備してくれてるし、ただ男もいろんな事情がある中で、何々のお金で奢ってるからねっていうのを、うん、二人の関係性上の話だけど、うん、女に怒らない男は嫌いって豪語してるのは、うん、大事に聞くのは、一発で無理になる。まあそれはないよね、うん、でも、ちょこちょこ聞くでしょ、うん、俺も聞く、うん、でも、いるよ、私の友達でも、うん、あの、まあ、その子はその子の考えがあるからいいんだけど、うん、私が払うのは絶対ありえないっていう考えの子はやっぱいる、うん、友達にいる、うん、でも確かに男側もさ、女の子に出させるのはさすがの男じゃないよっていう考え方も分かるし、気持ちも分かるんだけど、周りが言うことじゃないと思う、うんうん、強要するものでもない、うん、だって、うん、その男女が納得してる形で良ければ周りが口出す必要ないじゃん、うん、それをなんか断言しきってる芸女子はダメ、うん、1回俺7000円くらいかかるさ、うんうん、髪切り肉場所でやっててさ、うん、毎週毎週切ってるわけよ、うん、それだけでなんだろう、女性でいう1ヶ月の美容師代のカラー分ぐらいは飛ぶじゃん、うん、ある程度昔から金かかるな髪単髪って思いながら続けてるからさ、うん、いろんな事情あると思う、仕事によって、うん、でもなんかあなたに可愛いと思われるためにいくらお金かかってるんだよっていうのをなんか言い始めるとなんかちょっと違うなと思ってしまう。確かに、うん、多分君の彼氏も多分努力してる、うんうん、それこそ副代だって同じだしね。そうメンズ服の方が意外としたりするしね。あ、メンズ服高いね。高いよね、高いよね。でもエリーの服の方高いからね、うん、いやいや何着てんの今日だって見てみ。俺はいいの、俺は今日楽な格好したかったから。なるほどね。楽な格好でバレーしちゃう。すごいよ。はい、ダメだね。はい、完食しました。死んでる。いや、一番食ってないから。うん、本当に。頑張ったもん。10キロはね、結構きついわ。きついね。苦しい。お会計だけ、あの、割り勘でさせていただきたいと思います。いろいろと高く今回だけはそうだよね、10キロもね。で、いいですか、だから1人だから1万ちょいだから、まあ、1人3000円かな。え、うん、でもさ、うん、私一番食べてないじゃん、だから、うん、私そんな払わなくていいんじゃない。まるまるちゃんいた。あれ、私なんだ。自分の話あんだけどうの話やな。めっちゃムカつくよねうちの話なんだけど、すげえサイコパスよ。いや、ちゃんと払いますよ。払います。結構めっちゃ出てるね。これでも今日食ったら分かるでしょ。分かる。でもイカ水じゃないよね、うん、上から出てるもん、うん、イカ水だね、やっぱ下から出てるもん、うん、やばいね、うん、パン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 だね。
でもそれに比べたらやっぱ私そんな出てない。それおっぱいだよ。お腹でこんな高くないから。上から出てんのかと思って。おっぱいだからそれはやめてもらっていい。というわけでじゃあ、はい、じゃあ洗い物、あのじゃんけん、うん、だけどここで一つ言わせて、うん、準備は俺と社長でやった。へえ。というわけで後編にそれ踏まえて、よし、負けた人が洗い物しましょう。社長も、社長もだからね、言ったけど社長これあるから多分、うん、社長もあるから。いくよ、はい、最初はグーじゃんけんほい。焦がしたの誰、焦がしたの誰。それ踏まえてもらってジャッケンちゃんとやんなきゃダメだよ。ということで、ね、結局やっぱり最後は女の子が片付けをして、はい、ね、子供の子はグラグラするっていうもんじゃないけどね。そういう女嫌い。えそういう女嫌い。多分だけど、まるまるちゃんってこの頃の話だった、ね、ちょっといい、最近ずっと考えてて、うん、てんちゃんと一緒にいると楽しいし、うん、安心するし、うん、だから、うん、付き合ってほしいです。マジか。何よね、何。